皆さんこんにちは。以前にですねアップした高田茜さんについての動画が好評でしたので、今回も日本人のレジェンドダンサーの紹介といきましょう。今回皆さんに紹介するダンサーは英国のバーミンガムロイヤルバレー、そして英国ロイヤルバレーでも活躍されました吉田都さんの紹介です。一緒に見ていくのはくるみ割り人形よりコンペイトの姓のバリエーションです。それではどうぞ。いかがでしたでしょうか。それでは一気に解説に移っていきたいと思います。まず出だしから綺麗ですね。上体がスッと引き上がっているのがドゥミポワントを通った綺麗な歩き方から伝わってきます。そして一歩一歩のかかとの見せ方、そしてこのドゥミポワントに注目です。マリアンネラを紹介した時にも同様に、一流のダンサーはとにかくドゥミポワントの通り方が素晴らしいと思います。吉田さんもその一人ですね。ここのどこまでも伸びるような状態と腕の使い方も素晴らしいです。一回一回のバッチは細かくキレがあるのに対して、腕はまるで違う生き物かのように自由に流れていきます。ここのドゥミポワントと上体の残し方、とても綺麗です。ここのピケアラベスクは背中がとても綺麗ですね。目線をきちんとお客さんの方向に残し、背中がピンと張れているからこそこのアラベスクが可能というわけですね。アチチュードターンもさすがです。アチチュードの膝をキープしたまま、最後までゆっくりと回転速度を保ったまま回転していますね。最後まで丁寧です。この部分はクロワゼ、つまりお客さんに対して足がクロスした状態ですから、より足を付け根からターンアウトする必要があります。しかしそれも吉田さんにかかればお手の物、全部綺麗。そして音楽にぴったり、
パッセにするタイミングと音楽が完全にマッチしていますね。見ていて気持ちいいです。ただパッセをするだけでもこの上品さ、そしてこの部分、一瞬きちんとお客さんを見てから走り出すのが素晴らしいですね。きちんと顔を残すことによってだいぶ印象が変わってきます。この部分も難しいです。よくこのバリエーションで使われる特殊なパレシャですね、きちんと一回一回アンレールしているのがわかります。そしてステニューも綺麗なんですよね。あの内ももをこう引き締めることによって絞るようなステニューをすることができます。ここもピケの際に後ろ足でしっかりと床を押すこと、そして背中を張ることを忘れていませんね。最後のマネージは一回一回のクペに注目です。バリエーションの最後で体力的にもきついはずですが、絶対にポジションが崩れません。腕も柔らかさをキープしています。最後も安定感をキープしたままフィニッシュ。いやー上品ですよね、本当に上品。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。吉田さんの踊りって何でしょうね、こう言葉に表せない上品さがあると思います。やりすぎることもなければ物足りなさもない、絶妙なラインを攻めた見る人をうっとりさせる踊りですよね。また吉田都さんは現在は日本の新国立劇場の芸術監督としてご活躍されていらっしゃいます。今後の活躍も目が離せません。それでは今回は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。また次回まで。